無視をして沖縄の民意を無視をして強引に工事を進める、これは皆さん、沖縄には民主主義がないのか、沖縄には憲法が適用されないのか、私たちは怒りの声を上げたいと思います。成功、工事をやめろ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 、基地を作るな、基地を作るな、基地を作るな、チラミチラシマを壊すな、チラミチラシマを壊すな、ヒガン3号を殺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 すな、民意を守れ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 、子供や孫の未来を潰すな、子供や孫の未来を潰すな、民意を守れ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 、戦争をするな、戦争をするな、帰れ、一走者は帰れ、日本車は帰れ、違法工事に加担するな、違法工事に加担するな、ランプは帰れ、ラ
県民は反対してるぞ。頑固は帰れ、頑固は帰れ、地方工事に加担するな、頑固は帰れ、頑固は帰れ、戦争のための土はいらない、戦争のための土はいらない、県民は反対してるぞ、県民は反対してるぞ、地方工事に加担するな、地方工事に加担するな、頑固は帰れ、頑固は帰れ、地方工事に加担するな、地方工事に加担するな、県民は反対してるぞ、県民は反対してるぞ、頑固は帰れ、頑固は帰れ、地方工事に加担するな、戦争のための基地はいらない、頑固は帰れ、県民は反対してるぞ、戦争のための基地はいらない、戦争のための基地はいらない、我々は最後まで戦う、我々は最後まで戦うぞ、新基地阻止まで戦うぞ、戦うぞ、戦うぞ、勝利するぞ、勝利するぞ、私たちがいくら声を上げてもですね、日本工事の車両がどんどん入ってきます、テロップも保持できないというこの悔しさもありますけれども、私たちが諦めない限り排除されても木曜日はオルマはこっちが当番でしたけども、もう緊急にですね、あの阿波の方に行きました。あの阿波の県警、それから警備の皆さんがやってるね、乱暴なあのやり方というのはこれ絶対に許せないんですよね。我々の表現の自由というのをですね、
押し潰すと。悪いことをしている県警と警備会社が我々の行動を阻止しようとするのは絶対まかりならんと。そして私はこの現場に来るときですね、いつも思うのは、法律というのも究極的には国家を守るんですね。余計悪い国家が悪いことしていても法律が守ると。そして政治学の中では警察とか自衛隊とかね、軍隊とかいうのはこれは国家の暴力装置という位置づけがあるんですね。まともな位置づけとして国家の暴力装置、いざとなれば国家を守ると。だからそういうことでは国家権力の防壁であるということをですね、もう今から50年前に大学で習ったことが今思い出して、今辺野古の現場ではですね、まさに国家の防壁であり、この暴力装置がこれを推し進めているんだ。暴力装置がなければこれはできない工事なんですね。暴力装置に耐えられなければできない公共工事をやること自体は、これは民主国家のやることではないわけなんですよね。ですから我々の方に正義があるんだ。つまり我々は民意に押されているんだと。いつでも我々は民意の裏付けがあるんだと。ですから民意の裏付けがあるということは、権力論で言えばこれは正当性があるんですね。我々がやっていることは正しいんです。これが民主国家における当然のことなんですね。何しろ工事を始まって6年間も機動隊がなければ工事ができない。今度は工事ありますか？機動隊がいなかったら、来なかったら工事はストップですよ。去年でした、奈良軍港の向こうにね、機動隊が行って、俺こっちに抗議に来たけど今日は搬入はありませんと。つまり機動隊なくしては工事はできないと。こんな工事はないでしょう、日本中ね、世界中、見てもないと思うんですよ、こんなことね。ですからそういう面ではですね、この我々がやってることを我々は非常に誇りを持って戦っていかなければいけないとですね。また皆さんも誇りを持って戦っていると思うわけなんですね。そして一番肩身の狭い思いをしているのは、県民に対してずっと嘘をつかなければいけない警察、あるいは機動隊ですよね。この前、今日も警察に言いましたけどね、機動隊に言いました。僕を担ごうとするからね、事故の原因を説明してくれと言ったら、人の機動隊は別のところに行ってしまいましたね。今度はまた別の機動隊3名来てね、言うから事故原因を説明してくれよと、ね、事故原因を言えない警察がね、我々を排除することができるかと、恥を知れと言いたくなるわけですよね。何しろ事故原因が、事故が起こってからあれこれ、あ、もう2ヶ月過ぎましたか。今日28日ですね。2ヶ月になったと。2ヶ月経っても事故原因が言えないということは、明らかに言うわけにはいかない、いわゆる不都合な真実があるわけですよね。不都合な真実があるから言うに言えない。最終的にはどんな手段を使うかね、非常に我々は監視しないといけないんですけれども、警察が事故原因を言えないという、本当にですね、珍しいことが、起こっているわけなんですよね。そして車が出るところのビデオカメラは、抗議の人が悪いことをしないかとね、設置したかもしれんけども、あのカメラがあるおかげでね、事故が全部最初から最後までカメラに映ってるとね。だからあのカメラを見ればね、誰が悪いかすぐ分かるわけですよ。だからあのカメラはね、極力隠すでしょうね。しかしね、だから裁判になったらどうしても必要ですよね、あれね。ですからまあ改ざんするかどうかね、分かりませんけど、とにかく今一生懸命、ひょっとしたら改ざんしてるかもしれないけどもですね、とにかく言うに言えない事情があると。そして当事者に事情聴取もしないんですよね。
あの女性の方にはまだ警察からどうでしたと質問取り調べない、取り調べという言葉よくないね、いろいろとあの尋ねるべきところがあるけど尋ねてもないと、こんなことがね日本で初めてじゃないですか、これはですね、ありえないことですよね。そしてダンプ協会は防衛局からとにかくノルマを課されてどんどんダンプを出すと言われるから我々出してね、やってるんだ、事故の原因は防衛局だと彼らもそう思ってるわけですよね。いや防衛局も我々にやってること強引だなと分かっていますよですね。ですからそういう面ではですね、とにかくまあ考えられないようなことをやっておりますけどね、しかし我々はとにかくこれがあっても絶対にですね、諦めることなくとにかく頑張ることが一番大事だと。戦っている間はまだ負けてないんですよ、我々戦えるんですよ、まだまだですね。そういう面でですね、とにかく頑張ってですね、これを、我々阻止していかなければいけない。そして、皆さんご存知の通りね、護岸工事に4カ年かかると、9カ年で終わる工事が護岸工事で4カ年かかると、あの土砂は今までの6倍ですよ、これまでの辺野古側の6倍なんですね。それも軟弱地盤ですよ、サウンドコンパクト方式とかね、わからない方法わからんけど、あれで埋め立てていくと、今この6分の1を埋め立てるのに6年かかった。じゃああと 6倍あるんですね、あと36年かかるんですよ、単純計算して、ね、もし自分で計算してみてけどね、単純計算してもあと36年かかるんだですね。こんな公共工事は世界にないでしょうですね、考えられないよね、今公共工事をやってると。だからこの前ねサンデープロジェクトがありましたよね、先週ね、先々週ですから、あの質問したら、防衛省に質問したらね、もうやるしかないんですよと小さい声で言ったそうですね、引くに引けないとですね、引けないんですよ。そしてアメリカはどうしてるかというと、アメリカはできたら100年かかってほしいですね、アメリカは辺野古をずっと使いたいとですね、あ辺野古じゃない普天間基地をね、普天間基地は米軍にとってはね、滑走路も非常にいいしね、絶対返したくないと。ですからできたら完成しないけど、ずっと引っ張っていたらいいわけなんですね。そのぐらい普天間基地の利用価値があると。だからアメリカは30年かかったらまあそれはそれでいいと、自分たち1円も金出さないですからね、1円も金出さないですからね。ですからそういう面ではですね、とにかくこの工事はですね、無責任な政治のなせる技であるんだということを我々は思わんといけない。そしてですね、今からですね27年8年前ですね、天満基地が変えると言ったのがですね1996年でしたが、4月12日だったかなと記憶してですね、その1週間か2週間前にですね、私 NHK のスペシャル番組で普天間扱っているのがあったんですね、あったんです。その時普天間基地はあの滑走路はどんな飛行機でも降りれると、だから NHK の番組の何と言ってるかというと、普天間が帰ることはないねと言ったんです。普天間が帰ることはないねと、まあそういうことでですねやったんですね。だからあの普天間絶対解散で済むような方法でねやっているんだということを我々はですね考えないといけない、絶対これは帰ってこないと。それから、私今日大きいの忘れた、宜野湾市長選挙がありますよね、宜野湾市長選挙があって、うるま市は土日はこの前チラシ配りしてきましたですね。とにかく宜野湾市長選挙を負けたらもうまたまた大変なことになる、あの佐喜眞さんというのはとにかく日本政府の米付きバッタですからね、何言っても分かりました言わないことまで忖度して分かりましたという、こんな代表者を選ぶわけいかない、ね、また一番は統一教会ですよ皆さん。あの人は、
この前の2年前の、知事選挙ではね、統一教会問題が出ちゃってですね、そしてもう選挙にならなかったんですよね。もう本人も諦めたでしょうですね、ですからあの時負けた。しかし我々有権者は統一教会がやった悪事は忘れることはできない。家庭を破壊し、親子関係を破壊し、夫婦の間も破壊するというね、あんな統一教会の支援を受けた、関間候補ね、今つながりはないと言いますけどね、みんな大体つながりはないというんですね。ね、我々それを信じるわけいかないですね。そしてとにかく辺野古を、辺野古に賛成してる。関間さんは菅さんの顧問だったからね、菅さんの顧問でした。だから徹底してまたこれやりますよ。こんな人をね、当選させるわけには絶対いかない。うるま市はこの土曜日を入れてきて、また今週土曜日を入れてきますけどね、私は個人的にはね、もう来週は向こうに力入れたらどうかなと思うね。ビラ配りとかね、電話作戦とかね、そういうこと。まずは勝たんといけない。そしてこの前県議選に負けてね、非常に悔しい思いしてるけども、絶対にね、今度また悔しい思いしたくない。そして政府からすると、普天間基地のある市町村の首長は絶対取りたいというわけですよね。政府にとって他の選挙3つ4つ負けてもいいから、議論を負けるわけいかない。だったら我々も絶対にこの選挙を負けるわけにはいかないからですね、知り合いに声をかけ、そして戦っていこうじゃありませんか。